ギャラクシー S8 はサムスン電子が開発、設計、発表、販売したスマートフォンであるギャラクシー S7、S7H の後継モデルとして発表された。ベゼルを極限まで削ぎ落としたインフィニティディスプレイ、ギャラクシースマートフォン初の人工知能、ビッグスビーなどが主な特徴。日本時間2017年3月30日に ギャラクシーアンパックと2017で発表され、同年4月21日にグローバル版が発売。日本版は6月8日にドコモと au より発売された。グローバル版がエクシノス8895、日本、米国版がスナップドラゴン835を採用している。どちらも10ナノメートルプロセッサーで公式サイトによると、 S7 と比較して CPU の性能が27%、GPU の性能が21%向上したと歌っている。重音ともにベゼルを極限まで削ぎ落とし、画面占有率84%を実現したインフィニティディスプレイを採用。画面比率もこれまでの16.9から18.5、9に変更された。 これまでのエッジシリーズと同じく局面ディスプレイを採用しているが、エッジ部分の範囲が狭くなっており、誤動作が起きにくくなっている。上述した画面占有率の増加に伴って、これまでのギャラクシーシリーズの伝統だった物理ホームボタンが廃止され、ディスプレイに内蔵される形となった。画面下部には感圧センサーが内蔵されており、ボタンを押し込むようにタッチすることで、 ホームボタンとして動作する。また、戻ると、タスクは、デフォルトでは、タスク、ホーム、戻るとなっているが、戻る、ホーム、タスクと変更が可能。S8 が 3000mAh、S8 が 3500mAh となっている。全機種のギャラクシーノート7の発火事故を受け、バッテリーのチェックをより一層強化するとされており、YouTube にてテストの工程を公開している。 S7 から引き続き、デュアルピクセルセンサーを採用している。そして本機種から、インカメラにもオートフォーカスが実装された。その他にも1回のシャッターを押すだけで、内部的に3枚撮影し、ブレの少ない写真を瞬時に合成する、マルチフレームテクノロジー、顔認証と連動して猫耳などのエフェクトを合成することができる、リアルタイムフェイスフィルターを搭載している。 ギャラクシーのために開発された新しい人工知能。撮影した写真やメモリーに内蔵されている画像データを解析し、画像検索、ネットショッピング、文字の抽出等ができるビッグスビービジョン、持ち主のスケジュールに合わせて通知するリマインダー等がある。米国マイクロソフトが自社製アプリを搭載した特別版、マイクロソフトエディションを2017年4月21日に、 発売。マイクロソフトエディションでは OneDrive、OneNote One、Excel、Word、Skype といったマイクロソフトのアプリに加え、コルタナ、アウトルックビ Bing、ーブなどが追加される。アプリのインストールは最初に Wi-Fi に接続した時に自動で行われる。マイクロソフトの広報担当者は、米国インガジェットに対し、オフィスその他の生産性の高いマイクロソフト製アプリを インストールし、ホーム画面上にショートカットを配置することで、リンクトインやワンダーリストなど、マイクロソフトの他のアプリとの連携を高めることが目的と語っている。ありがとうございます。